こんな企画をやっていきたいと思います。はい、あなたの恋のお年玉、キュンキュンシチュエーション、イエーイ。はい、ということでですね、じゃあこのねシチュエーションを言っていく、キュンキュンイベントなんですけど、まあ、とあるゲームをします。そしてゲームに負けた人が、こちらのキュンキュンボックスから1枚引いて書いてあるお題に答えるという企画になっております。なるほどなるほど。はい、じゃあまずはそのゲームをしていきたいと思うんですけど、じゃあ今日は山手線ゲームをしていきましょうか。なるほどね、飲み会とかでよくやるやつ。そうなんです。じゃあお題を決めて、じゃあ順番ずつ山手線ゲームやって、罰ゲームの方はボックスを引いていただくと。よっしゃ、了解です。はい、じゃあどうしようかな、何にしますか、お題を。あー、なんか分かりにくいやつとかでもいいし、あ、みんなに聞いてみたら、は何のお題がよろしいでございますかね。そうですね、何がいい、山手線ゲーム、なんかみんながやったやつをやるよ。中央線ごめんごめん、ごめん、え、何が起こった今。なんだろうな、ドーナツの名前。絶対分からん、ワールドファッションしか分からんよ。都道府県。都道府県、難しそうだね。ドーナツの名前確かにいいかもね。確かにいいかもね。本当？筋肉の名前分かんないな。筋肉って何？筋肉。スイーツの名前？スイーツの名前。レアスキルの名前。ちょっと難しいよ、それ難しい。都道府県、ドーナツ、世界の国名。ああ。ああ、なるほどね。酒。うん。どうしよう。周りの国名だったらまだ確かにいけるし。国名で行こうか。国名で行こう。そうだね。世界の国名。うん。じゃあ都道府県とかじゃないからね。国やから。国の名前ですよ。いや難しそうだな。じゃあどういう順番？じゃあ私たちのつもりで先行後攻でいきます。最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ先行でいきますかね。これってあれだよね、リズムに乗るやつだよね。そう、なんとか。山手線ゲーム。好きな、じゃあ国の名前。国の名前。で私が言ってくる。オッケー。いきます。やば。怖。ドキドキしてきた。本当に。山手線ゲーム。国の名前日本ドイツアメリカフランススイスドイツプップーなんでなんでドイツはカオリン行ったもん。嘘でしょ、ちょっと待って、入ってきました。嘘でしょ、苦しい、苦しい。そんなことある？できたよ。みんな聞くか、聞いてもいいし、あ、じゃあさ、でもさ、日本のさ、都道府県にしようよ。よしよし、いいぞ。オッケー、2回違うなんだね、仕事、オッケー。よし、山手線ゲーム都道府県
東京福岡はい千葉茨城三重沖縄栃木北海道青森長野あとどこ？ちょっと待って苦手なのよ。じゃあ、彼にボクソン引いていただきましょう。よし。見てないことにしよう。見てないことにしよう。はい、じゃあ引きますね。うん。あー、いいんじゃない？いいんじゃない？なるほどね。うん、はい。わかりました。よし、じゃあ。お、あ、なんかこれ持ってって言われた。そうそう。じゃあ、いきます。もう、ドーナツと私、どっちが大事なの？ドーナツ待って、顔広くない？ちょっと待って、え、なんで私もしないの？にゃおはるしようよ。いやもう顔にゃおはるしようよ。もうごめん、ちょっとおはるしようよ。字幕レーダー、字幕レーダー、字幕レーダー、やべえ、ここありがとう。可愛くないですか？うーん、めちゃくちゃ可愛かった。恥ずかしい、恥ずかしいです。いやもうなんか二人のね、セレブ聞けただけだよな、もうね、お腹いっぱいですよ。ということでそろそろ終わりですね。待て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 、え、はい、出来上がりました。ひどいなこれ。そうだけど、でも待って待って待て、うん、いや、リコピン、リコピンだけではやってないの。私、え、私はね、え、大丈夫なの。なんでリコピン大丈夫よ。だって私、ま、負けてないもん。糸巻き巻き、糸巻き巻き、作って遊んで、小原リコ。バラだよ、バラだよ。はい、よっと。バラバラじゃないか。バラバラ。何も合ってない。何も合っちゃう。長くないですか？めっちゃ長いよ。これやばくない？大丈夫です。いきます。いける。お頭持った方がいいの？これお頭持つのセリフじゃないけど。でもいいかな？でも両手でやってほしい、これ。そうね。うんうん、やってほしいし、はい、やられたいしね。うん、じゃあどうしよう。ここに。では準備は大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。ではリコピンのセリフまで3、2、1、9。最近インフルエンザ流行ってるよね。あれ？顔赤いよ。熱あるんじゃない？あ、あります。本当？ありがとう。あります。やば。なんかね、何こんなお姉さん欲しいんだけどね。大丈夫大丈夫、生きてる。生きてる。なんか来た。なんか来た。これさ、これずるくない？これずるい。これずるいよ。すごい。すごい、今の何この芸、何これ、届かない、まあいいや。さすが先輩だわ。すごい、なんかちっちゃい子がちっちゃい子がなんかなんか動物なんか斜めてる。逆に可愛かった、逆に可愛かった。なんであんなさできるの、すごいね。すごいね。これは何なの、これは、これは何なの、これ。インターホンに話してて、インターホン赤いんじゃない？赤いんじゃない？赤いわ、聞こえてるわ。なんか洋画に出てきそうなテンションだったね、最初。すごかった。いや、さすがでした。そんな感じでお送りしてまいりました。じゃあですね、じゃあ例の